えこんにちは石原信照さんがなんか内閣参与に指名されたそうですねこれもしね石原軍団の魂があるならこんなのはお情け人事受けないですよねだって石原信照さん自身が自分の能力のないことを痛感してるはずなんですよそこにですねうちで働かないみたいなお情けっていうのはこれはね男気が許さないんじゃないかなと思うんですよまあでもそんなね昭和魂 とっくのとに捨てちまったんですかね、この人も。何とも情けない話だなと思います。これを断ってこそ男が立つというものだし、次の選挙の人気も集まるというものですけども、なんかね、この砂糖に群がるシロアリのみのようにですね、情けない姿だなと思いますよね。石原信天さんに、まあ、国政に参加してほしくないっていう民意は、もうはっきりしたわけですよ。ボロ負け惨敗しといて、まあ。 ここでですね、潔く県と頂戴を図り、次の選挙まで実績と信用を積むのが男の道かなと思います。またあとはね、潔く政界から引退することによって、引き際はやっぱり石原軍団だったなと思わせてほしいもんですけども、いやー、なんとも情けない話ですね。政治家さんもベテランになれば地に落ちるもんで、えー、もう、 国国を良くしようとか、国民のためななんて、てこれっ,ぽっちも思ってない。まさに国民に選ばれてない人がこんなことするわけですからね、まあ、これに比べると高橋陽一先生がね自分の言いたいことを言って問題が起きそうだからもうやめるわっていうのは相当潔いというか男らしいというかかっこいいというかね、まあ、昭和の魂はもう既に石原軍団にはないということで石原軍団解散ということでございますねさよなら石原軍団さよなら大門軍団西部警察さよなら。